ついて、よーいスタート。皆さんこんばんは。こんばんは。今週も始まりました、トヨタのご当地アイドルスタートがお送りするスタートの位置について、よーいスタート。トヨタのご当地アイドルスタートのメンバー、涌田あかりと牧野なぎさの2人がスタートの PR パーソナリティとなって、さまざまな人にグループの魅力やメンバーの素顔を伝えていく番組です。スタートのリーダー、あかりんこと涌田あかりです。なあちゃんこと牧野なぎさです。はい、ということでお便り読みたいと思います。はい、ラジオネームクッピーママさん、はい、スタートの皆さんこんばんは。こんばんは。ご当地ソングがリリースしましたね。カップリング曲がおいで祭りのテーマ曲のカバーをしているのでびっくりしました。トヨタ縦断7カ所リリースイベントツアーがスタートしましたね。時間があれば見に行きたいと思います、ということでありがとうございます。はい、2月13日に発売目シングルのご当地ソングがリリースされて、はい、オリコンのデイリーランキングにも22位に入って、ね、今ねみんな MV も出て、うん、すごく聴いていただいてると思うんですけれども、うん、ツアーが先週からもう始まりました。2月16日が小原地区の聚楽荘で行われたんですけれども、うん、はい、いや楽しかったですね。きっと楽しかったあの2週撮りなんでまだ、そう、まあ、温泉にも入れたか入れてないか、きっと入れてないけど、私入れてないでしょ、私たちは、ね、みんなは入れたのかな、ね、感想聞きたいです ね、温泉どんな感じだったのか、ね、今週は、普通のライブ違う、もう今週だ、23日だもん、うん、明日の24日が17時から高岡コミュニティセンター、はい、これ全部行ってっちゃいますね。あ、いいですよ。3月3日が、鈴屋、うん、そして3月9日が高橋コミュニティセンター、うん、3月23日が石畳ふれあい広場、うん、そして24日がどんぐりの里稲部、はい、そして30日のラストが豊田市駅前シティプラザということで、はい、全部で7カ所行います。はい、どっか楽しみなとことかありますか？どっかですか？はい、私はじゃあこの後残ってるのだと、うん、石畳かな。あ、また温泉ですね。足湯がまあ無料で誰でも入れるってところが、はい、まあ、みんな疲れた足を温めて癒してもらって、うん、あの足元冷えないように、うん、あの暖かく帰ってもらうっていう。あ、大事ですね。大事ですよ。やっぱそうですね、うん、疲れちゃうんだね。そう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 ね。ワンマンライブ形式なので、うん、1時間ぐらいのライブが行われますので、多分みんなもね騒ぎ疲れると思うので、うん、ゆっくりしてください。はい、私はやっぱシティプラザが楽しみかな。ラスト、はい、豊田市駅前のサイゼリアの前のステージみたいなところで、うん、ペデストリアンデッキの下の広場でやるんですけれども、はい、14時お昼からのなので、ぜひねトヨタに遊びに来たついでに来ていただけると嬉しいなと思います、うん、はい、思います。なんと全部観覧無料なので、無料です。撮影も可なので、はい、ぜひぜひ、はい、いやアイドル知らないしっていう一般の方も、うん、来やすいイベントだと思いますので、はい、来てください。はい、もう最初に詰め込んでしまいました。詰め込んでしまいましたね、告知を。はい、これはでもゲストがいるのでね。そうですね、ゲストの方に後半たっぷり、はい、告知してもらおうと思うので、はい、教えてください、はい、ということで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージやコーナーへの投稿はホームページのトップページにあるメッセージフォームか、ラジオラビート公式アプリからだと簡単に送ることができます。ツイッターから投稿するときはハッシュタグシャープ1スタ、シャープの後にひらがなで1スタと書いてもらえれば OK です。それではここからのお時間は私たち2人にお付き合いくださいね。お送りした曲はスタートでおいでん、スタートバイジョンでした。改めまして、涌田あかりです。牧野なぎさです。そして今日のゲストは、皆さんこんばんは、名古屋を中心にお芝居やってますガンナです。スタート 7.5 期生です。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます
7.5 期生馴染みますね。はい、馴染みましたね。先週思ったことがある。まだ7期生もラジオ来たことないんだよ。ないっけ、まだ。そう、来てないんだよ。あ、そうか。そう、超出しゃばりじゃん。ごめんなさい。そこ出てくるな。本当だよね。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、言わんでよかった。何？あの清水さんにさ、さっき言われてたじゃん。何？練習の時にね顔出してたんですけど、うん、あのディレクターにあのね、ギャラちょうだいって言ってた。あ、そうだそうだ。言ってたね。言ってた。うん、言ってました。はあ？来ました。はあって。嘘ですよ、あの。ミピーからはギャラないくてすみませんがよろしくお願いしますっていう人の感じで、あの枠田に言ってください。あ、私か、明日ぐらいにねちょっとご飯おごりますね。あ、やった、ありがとう。ラーメンでいいかな。あ、うんいやもうほんと住み着いてるんで。そうなんだよね、うん、家にね早漏してるから、うん、ただいまって言われるから。もう家だいぶ終わり。そろそろお風呂入ってきなって私が言うからね。でも私結構寝落ちとかするし、化粧したまま寝たりするじゃないですか、うんうんうんね、分かってくれますよね、うん、なっちゃんは、うん、あのやっぱ部屋に人がいるとちゃんとする、うん、あ、ほんとちゃんとする。うん、ちゃんとする。言ってくれそう。うん、そうそうそう、うんうん、そう、今ねあかりのお部屋のお掃除を手伝ってる。そう、めっちゃ片付いてる。すごい片付いてるから。すごいよ。本当にそれは手伝ってほしい。ぬいぐるみ半分消えた。手伝ってあげてほしい。ぬいぐるみ半分消えたよ。ぬいぐるみはいらないからね、基本的に。そうで、テレビ台も何も置いてない今。あ、本当、いっぱいガシャ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 置いてた。そう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 、そう、そう、そうだからガーナが帰るまでに、うん、部屋を綺麗にしようっていう目標ができてます。すごい。しかも配信中にやる。そうそうそう。あ、それはまあ一石二鳥、一石。あ、皆さんアップライブっていうライブであの配信してるのでぜひ来てください。告知急に挟むな。告知急に。そうなんです。じゃあラジオ読んでじゃない。お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、はい、朝けたいさん。あかりんなっちゃん、がなちゃん、こんばんは。こんばんは。寒さはまだ厳しいですが、立春も過ぎ、暦の上では春ですね。もうそうなる？ 2 月 ?3 月ぐらいってこと？3月は本当に春じゃない？暦の上では春って、2月もそうなの？もう春だよ。そうなんだ。そこで春、暖かくなったらやってみたいことやチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。ということです。春ですか？ありますか？ちょっと待って。ちょっと悩んだんですけど、はい、まあ私新しく、はい、あの大学生になるので。 JD ですか？そう、 JD になるので、あのまあスタートダッシュが遅れないように、あのそれなりに、うん、あの身なりを整えたい。わかるわかる。大学生にあの劣らないように、浮かないように。すごいリアルなガチなあれだね。うん、そうそう、そこをちょっと、うん、あの大学生風牧野渚にしていきたいなって思います、うん、いやでもスタートですよ、スタートの歌姫ですよ、目立ちますって、うん、目立たないよ、何も言わない、何も言わない。待って待って、あれなーちゃん、あー、歌姫、あー、言ったって。なんで否定するの？出た、別人予想タイプのやつね。絶対そうなのにね。絶対そうなのに、別人予想。芸名も違うのに、芸名とかも何もないもんね。そのままの感じなのに。わかりやすい。じゃあ大学生らしくなるという。はい、そうですそうです。ガーナさんありますか？ガーナさん、4月でしょ。はい、もう私東京でお芝居やってますね。さすがレコレクション。そうなんですよ。だからポンポンですね。あ、ありがとうございます。言い方すごい。そうだよね、だって3月だから。そうそう、4月にはってこと、うん、すごい売れっ子だわ。忙しい、まあでも東京の人と仲良くなれればいいな。ああ思ってる、うん、顔を広めていきたい、ね、君も無断だな。無断ね。まあリアルでね。みんなリアル。そうそうそう。現実的ですね。現実的だよ。ああ、その告知は大丈夫ですか？その告知は、あ、まあツイッターとかでやってるので、その辺で見てもらえます。はい。お願いします。はい。春か。うん。すごいしみじみ始まるじゃん、あかり。いや、あんま季節だってもうね、うん、スタート一本でもないけど。そうだよね。ね、こういう活動してたらね、そう、あんまないんですよね、いつの間にか夏も終わるみたいな。あれですね、あのやっぱ春だとポカポカ暖かくなるんで、うん、お家でポカポカお昼寝したいと思います。ポカポカなんでや、何それ。違う、公園とかじゃなくて、あ、あのちゃんと日光を部屋で浴びる。あ、部屋なんだ。そう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 、
窓開けて基本的部屋じゃん、カリン。うん、なんかこんなんじゃなかったよね。うん、多分いろんなところを昔は行ってたよ。そう、いっぱい予定詰めて、うん、なんか結構活発に動いてたのに、うん、ぐーたら人間になっちゃったやばいよこれは。年じゃない、年やばいよ。まあ、でも違う、ダメだ、新年の目標で今年働くって書いちゃったから。ああ、いいじゃないですか、働いてください、はい、働きます、いっぱいせっせこせっせこあー怖いよいやでもガーちゃんすごいと思いません？こんだけ活動しててラジオも撮ったりしてもまだ高校生ですからね、うんうん、そうなのよね。びっくりしてたもんね。そう、私だから20歳以上だと思ってたんですよ。あー、もう20歳以上だから5、6年前に知り合ってるから、でずっとアイドルもやってるし、うん、だからもう結構な長老じゃん、言っちゃえば。ごめんね、そういう意味じゃないんだ、ね、町の長老みたいなそうそうそう、スタートの中ではね、長老だから、だからもうお姉さんの方に行ってるのかなって思ったら意外と若かったっていう。だってユリアより年上だと思われてたもんね。そうだよ、でもそれ多いよね結構。それは多いか、多いんだ。うん、多分。でも最近あの顔と年齢が一致してきましたよ。うん、ああ、追いついてきた。そうそうそう。昔は本当にもう全然幼いのに18歳とか言われて、うん、違いますってなったんだけど、最近はあの合致するようになってから始めましたけども。なんか歌ってるのとか踊ってるのとか見ると、うん、結構あの、うん、いい感じになってきてるけど、喋、うん、ってるなんか今日のラジオ聞いた感じでは、うん、ああ幼いかもって思ったの。それはあるかも、喋っちゃいけないなって自分でもちょっと分かってる。それ大丈夫ラジオやってるのに。まあその素が好きだよって人もいるからね。あ、そうだね、うん、はい、春ね、うん、いい春を迎えましょうみんなで、うん、はい、ね、どんなまとまり方ですか次のお便りを見たいと思います、はい、あんままとめる気なかった自分でしみじみしちゃってた。しみじみいくラジオネーム山健さん、はい、あかりんなちゃん、ガーナさん、こんばんは。こんばんは。ガーナさん、トヨタ楽しんでますか？めっちゃ楽しんでます舞台の見どころを教えてください、はい、では頑張ってくださいということで、うん、もう一発、あの一言で終わっちゃったね。いやでも、うん、そうだね、うん、でもトヨタすごい楽しんでる今。あー、よかった。あれでしょ、ダンジャラリンでしょ。ジャンジャンダン惜しい、ジャンダラリンとか、うんうん、あとはハンバーガー屋さんにね、あー、連れてってもらった。そう、今言ってた、さっき、うん、スター、あれとなーちゃんのソロの、うん、ストーリーです、ね、ストーリーのジャケット写真を撮ったね、うんうんうん、シャレオツなハンバーガー屋さん連れてってあげました。美味しいですよね。美味しかったし、あとなんかみんな優しい、街の人が。ああ、それはあったかいなって思って、うん、いいとこだなって思って。なんかあった、道聞いたりした？道聞いたり、道は聞いてないそうだね、ずっとあかりに送り迎えしてもらってるから、いや優しいなって思って待ってただけじゃん。やっぱトヨタ市民代表として。ああ、そうですね。そうか、うちが変なことするとトヨタが悪いみたいになっちゃうから、そう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 、そこ気をつけなきゃダメ。そう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 、分かった。代表だからやっぱりそこはしっかり送り迎えしていただいてそこかよそこかよ。でも、うん、本当にあのリリースのツアーと、うん、ガーナの舞台が被ってるから、うん、あの配信とかでもずっとこのご当地ソングとか流してるし、うんうんうん、覚えてきた。覚えちゃう、それは、うん、好きじゃんねの、あの動画編集とかも真横でやってたから、うん、なんかずっとコールもね、うん、だいぶ覚えてきたよ、うん、で練習も隣にいるしね、うん、そうね、そう、なんで本当に染まってると思う、うん、本当に天国生だよ、ね、お芝居の台本を覚えたいんだけど、うん、なぜかスタートの曲がね、いっぱい覚えちゃうんですよね、うんうん、ジャンダラリーヌが先に入ってきちゃう。そうだね、キャッチーだからいろいろ入ってきちゃう、うん、大変それは、うん、葛藤してるもん。違うんだって、歌じゃなくてセリフなんだって。そうだね、お芝居に集中したいんだって言いながら、おいでって言っていや大変だそれは。いいのか悪いのか、いいのか悪いのか、わけだから部屋にいない時に覚えてください。そうだ、はい、はい、見どころ言ってないけど、見どころお願いします。見どころ、あ、はい、まあ、簡単にね、言うとね、うん、あの、シャンソン部のお話なんですよ。はい、だから多分みんなシャンソンとかあんま聞かないでしょ。うん、シャンソンを楽しめる作品になってるかなって思います。身近に。うん。あれですもんね、かんなちゃんも歌もね、元アイドルなんで上手ですしね。はい。いやでも頑張ってます、頑張ってます。みんな頑張って歌ってるので。ほうほうほう。え、男の子たちもみんな上手なの？上手だし、やっぱソロとかもあるの。うん。だからみんな頑張って練習してるし、うん、なんかね、シャンソン好きになってほしいなって思った。へ、私もこれをなんか やるようになって、シャンソン聴くようになったんだけど、うんうんうん、結構ね、なんか思いを伝える系の曲とかが多いから、感情が入ってたりするので。
ぜひ聞かないもんね普段ね。いやでもだってびっくりしない、え、今何聴いてんの、シャンソン。おしゃれでしょ。え、どんな歌手が好きなの、シャンソン歌手みたいな。びっくりしちゃうもんねみんな。あの、ね、音大行ってるのかなって。あ、なっちゃう。シャンソンイメージできないから、なんかワンフレーズいただいてもいいですか。なんだろう。あ、一番簡単なのは、オーシャンゼリーゼー、オーシャンゼリーゼーって曲ですね。あ、それそうなんだ。これシャンソンなの。へぇ、 CM とかで聞いたことあるね、うん、CM のやつ、ね、ビールの CM かなんか。あ、まあでもそんな感じだよね。うん、うん、へぇ、そうなんだ。これもシャンソン。知らなかった、そういう感じなんだ、うん、やっぱね勉強しないとダメですね。そうですね、この舞台をきっかけに、はい、そうだね、勉強したらと思うので軽く告知をしておきますか。あ、はい、じゃあ告知させていただきます。3月の9日と10日に、はい、豊田市民文化会館の2階大会議室で行われます。春さよならは言わないという作品が、行われますので、ぜひシャンソンを聞きに来てください。お芝居も見に来てください。ね、なんで喋るのそんなにうまいのにさ、告知になるとさ。そうなんだよね。私本当にそうなの。告知が本当に下手で。伝えたいこと。大切なところで。大切な。緊張しちゃうんだろうね。伝えなきゃみたいな。そういうことね。うん、はい、今回もゲームがあるので、前は早口合戦は、うん、ガーナだけ成功し、そう、2回成功した。ガーナだけ成功して、ポイントがもらえなかったんですよね。うん、そう、うちは全然ダメだったね。はい、じゃあ今回は頑張りましょう。もう続々入ってくる中で、さらなるパワーアップを目指し、この番組でも毎週ゲストを呼んで様々な企画を行っていきます。今週のゲームはこちら、リズムに乗ってスタート、三河線ゲーム、イエーイ。はい、このコーナーはお題として一つのテーマを決め、そのお題に沿った回答をメンバーが順番に回答していく、いわゆる山手線ゲームのようなゲームに挑戦し、お題について瞬時に回答していくことで、タレントに不可欠な瞬発力を身につけようというものです。はい、お題は箱の中に入っているものから一つ引いて決めます。引いたお題に沿った答えをリズムに乗って回答していき、12回回答できれば成功で1ポイント獲得。正しいリズムに乗れなかったり、お題に沿っていない回答は NG です。ということで、あ、3人に減ったから、そっか、いつもゲストが2人来てくれてるから、うん、メンバーから、そっかそっか、うん、だから3人だから4回、4周しないといけない、うん、4回言えば OK。 なるほど、おお、4回か、ちょっと多いね。これあれなの、先週引き続き10ポイント達成したからお題が難しい、それはそのことはない。本当にこれ焦るよね、やるんだ、こういうゲームやる、やらない、やらない、こういうイメージないな、うん、焦っちゃうこれ、パンパン何々パンパン何々パンパン、パン、なるほどね、うん、うわ、次々へと来ちゃうねこれ、早いね、うんうん、考える時間ないの。はい、それでいきます。お題はこちら、女性グループといえば、あ、難しいよ、難しい、イエーイ。でもさ、待って、類似グループは除くって、何類似、あ、あれだね、あの、あ、アイドルでもいいでしょ、いいよ、だから48とかいっぱいはダメだね、あー、なるほど、あー、難しいな、そんな、ちょっと、ふぅ、まあでもグループだもんね、うん、どういうグループでもいいんだもんね、そう、グループだったら、あ、そっか、女性のグループだから、別にアイドルじゃなくてもいいってことだ、全然出てこないんだけど、本当だよ、じゃあ、ちょっと待って、やばい、みんなすごい焦ってるよ、焦ってる、リアルに考えてる、リアルな焦りだよね、これ喋らなくなる、よし、大丈夫、まあ、ちょっとこれは捨てに行こう、捨てに行こう、ダメだよ、頑張ろう、誰から行く、じゃあ誰か行く、じゃあじゃんけんしようか、負けた人から最初はグーチョキパイ、
勝てた人からか。じゃあ、私が言うの。じゃあ、ガーナちゃんから。はい。それでは行きましょう。三河、スタート三河戦ゲーム、よーい、スタートスタートサイレントサイレン AKB48 モーニング娘。Perfume Wave Puffy PIDL さん。ハチミツエンペラ。なんてなんてなんて。ね、あんまりなんて言ってんのさっきから。はい、言って。え、言うの言うの、うん、テン。あ、諦めて。怒ったろ、テン。なんか言えばいい。いないかな、テン。調べたら出てきそうだよ。いや、こういうの弱いよね、ちょっと。やばいよ、これ。瞬時に出てこないんだよ、ね。お題が難しいんだって、これ。難しいのかな。そういうこと。じゃあ次、行こう。次、頑張ろう。あ、じゃあガーナ引いて。はい。ガーナ引きます、てん。はい、それで行きましょう。お題は、こちら。肉料理の名前。おぉ。肉じゃないんだね。肉料理の名前。肉が入ってる料理。肉の名前って難しくない？あ、そう、なんかさ、何でもいいよね。肉があれば、肉ならいいんだよね。肉だよね。肉だよね。何回聞くの？待って。よし、何でもいいんだ。ガーナ料理何げするもんね。何げしますね、料理好き。そうなんだ、うん。何もしないからな。塊しか出てこないな。やばい。誰がミスった？肉が入ってればいいんだね。ミスった人から。私から。はい。やばい。それでは、スタート三河戦ゲーム、よーい、スタート！プルコギ。チャーシュー。ハンバーグ。チンジャオロース。生ハム。ハンバーガー。ホイコーロー。タン。ステーキ。待って。タン。なんだよ、肉じゃん。違う、肉料理だって言って、やる前に言ったじゃん。タンって料理じゃない。タン、焼きタン。焼きタン。一人で始めてるし。なんで？え、ダメ？ダメだよ。そんなバナナ。だけ聞いたやん、私最初に。肉 V ダメだよ。V ダメなんだ。料理じゃないんだ、これ。ほら、次。OK、OK、OK。じゃあ、なっちゃん引いてください。よし、行くよ。お題は、こちら。男性グループといえば。だから。決めたよ。このシリーズ。じゃあ、頑張ろう、みんな。急に団結力出す。ジャニーズ、いっぱいいるでしょ。うん。類似ってどこまで類似か分かりません。どんな類似？どんな嵐2みたいな。いないから。よし、どうしよう。頑張ろう。待って、わかんないよ。じゃあ、どうしよう。うちから行くよ。全然近ない。うちから行くよ。はい、OK。行きまーす。せーの。スタート、三河戦ゲーム。よーい、スタート。エグザイル。小袋。嵐。ジェイソルブラザーズ。セクシーゾーン。スマップ。エビシーズ。バンバン。平成ジャンプ。関ジャニ∞。じゃんじゃん。ゆず。バンバン。うわあ、ありがとうございました。やばい、弱い。ジャニーズ攻めしたよね。もう出てこなかった。弱かった。もう出てこなくなっちゃった。フラウちゃんもあかり。ラスト頑張る、決めよう。ラストで疲れたね。お題はこちら。都道府県の名前。あ、これはこれじゃない？これチャンスじゃない？よし、都道府県のもね。よし、いける。4つ言えばいいんだもんね。4つ。4、3、12。よし、 OK。 じゃあ赤にからだね。はい、それでは都道府県だよね、全部入ってる、ね。うん、全部入ってる。スタート三河戦ゲーム。よーい、スタート。バンバン。北海道。青森。沖縄。兵庫。岩手。愛知。福島。秋田。愛媛。岩手。三重県。高知。あれ、ここで終わり。終わったー。焦るー。まあでもとりあえず1ポイントを獲得できました。またゼロから積み重ねていこうね。はい、1からね、1から。今1入ってからね。そうだね。
はい、それでは皆さんのからのお題もたくさんお待ちしています。以上、スタートパワーアッププロジェクトでした。スタートのいつについて、よーいスタート。スタートの位置について、よーいスタート。そろそろお別れの時間となりました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組への感想や私たちへの意見、そしてコーナーへの投稿も大募集中です。たくさんのメッセージをお待ちしています。それではガーナちゃん、告知をお願いします。はい、3月の9日と10日に、豊田市民文化会館2階大会議室で、春さよならは言わないというお芝居が行われます。はい、素敵なお話なので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。お願いします。はい、はい、ということで、私たち3月9日には高橋コミュニティセンターで豊田中断ツアーがあります。そして10日の日曜日はですね、若田がファッションショーにも出演する、うん、伏見ライオンシアターでライブもあるので、はい、10日の、うん、スケジュールは、1時にガーナとひなこが、うんうん、スタートからひなこが出てる舞台を見に見てから、うん、スタートのライブにも来ていただくというプランが最高ではないかなとおすすめしておりますので、スケジュール開けておいてください。ガナちゃん、ゲストどうでしたか？すごい楽しかったので、また来たいんで、また呼んでください。はい、呼んでみましょう。ありがとうございます。ちょっと休んでください。あ、はい。それでは今週はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は若田あかりと牧野渚とガナでした。来週も聞いてね。バイバーイ。